茨城を食べようをテーマに JA グループ茨城農畜産物商談会が東京交通会館で開催されました。この催しは JA バンク茨城県信連、 JA 全農茨城などが主催しているもので、茨城県内の野菜、食品加工品、お米、食肉などを展示・販売する商談会です。オープニングでは茨城県農業協同組合中央会佐野治会長から、県内の農家が一丸となって販路拡大のために頑張っています、首都圏の消費者の皆さんにぜひとも食べていただきたいと PR を兼ねて挨拶がありました。茨城は全国の第二、5000億以上の農畜産物の生産額を誇っておりますけども、量はあるんですけどもブランド化が弱いっていうことがありまして、オール茨城っていうことを間に入れて魅力度アップに貢献していきたいなと。600名ですねのバイヤーさんをですね目標に今回ですねご案内させていただいております。小松菜、ほうれん草、レンコンからですねベビーリーフ、いろんなものをですねご案内できるというのが強みかなと思っております。この日は朝早くからスーパーマーケットやデパート、専門店などのバイヤーが詰めかけ、新鮮な野菜や珍しい加工食品に注目、商談を進めていました。商品の斬新さは無論ですが、ユニークな社名やあっと言わせるキャッチコピーの看板が目立っていました。こちらは100の笑いと書いて百姓米、大島農場大島康次社長にお聞きしました。お米は嗜好品に変わりつつある時代だと思ってますので、カレー用でしたら韓国の長粒種が片親で、すごくそのパラパラ感があるんだけども日本米のように香りとも味が強いというような、食べ方によってお米を変える時代だと思ってますので、うちは今55品種ぐらい作ってるようなことになってしまったということなんですね。お客さんがどういうものを望んでるかっていうのを常に考えながら、普通の農家とは違った取り組みを大事にしてやっています。こちらは株式会社レンコン三兄弟のブース、宮本孝夫社長にお聞きしました。レンコンを作り始めた三兄弟なんですけども、私が長男で起こした会社です。夏ですと砂地の土地でこの品種を育てた方が美味しい、冬ですとこの品種を粘土の土で育てた方が美味しい、そこをしっかりと組み合わせて、いつでもうちの会社は美味しいねっていうような品質で届けられるように工夫しております。リンゴ加工品を販売する水戸農業協同組合三村舞子さんにお聞きしました。リンゴを農協の加工所の方で丸ごと絞りまして、砂糖とかを加えず本当にリンゴそのものの味を生かしたジュースになっております。 J ミトの青年部の方で作っている米粉の麺になります。コシヒカリ 100% で、グルテンフリーになってますので、安心して食べていただける商品になってます。取れたてのピーマンでございます。品種の方はミオギと言います。体にはいいんですけども、子どもさんたちはどうしても苦味、青臭さがちょっと嫌だっていう子どもさんおりますので、それを抑えております。おいしいです。会場内には試食コーナーが設けられ、展示されている食品を味わうことができます。係の方が小皿に持ってくれます。気の利いた珍しい会場作りです。こちらは磯山昌司さん。18歳未満は禁止、小さい子供は絶対無理。こんなに辛いチップスを食べる人がいるのか、岡直樹統括部長にお聞きしました。これは18禁ポテトチップスになります。刺激が強すぎるので、小さいお子様は食べないでくださいという意味で商品を名付けました。食べられなければ悔しいですし、食べられれば達成感がある、非常によく売れております。